皆さんこんにちは、ゆるいぞ IT チャンネルです。それでは今回は商談と呼ばれる検索サービスを使ってどういったデバイスがインターネット上に公開されているのかを見てみたいと思います。まあ、中にはセキュリティ的に大丈夫かなっていうのもあったりするんで、興味がある方はよければ最後までお付き合いください。それじゃあまずは商談の概要についてになりますね。まあ、商談という検索サイトになるんですけど、これはインターネット上に接続されているデバイスの情報を検索することができる検索エンジンの一つになりますね。検索対象のデバイスとしてはサーバー、ネットワーク機器、IoT デバイス、ウェブカメラ、個人の PC といった感じで、結構いろんなデバイスが検索対象として含まれてますね。それらのデバイスが持っている IP アドレスだったり、あとはポート番号、OS バナーなんかの情報を確認することができますよと。ただどんなデバイスでも検索できるっていうわけではなくて、例えばウェブサイトを公開するために使うウェブサーバーがあると思うんですけど、あれは HTTP もしくは HTTPS でインターネット向けに公開しているので検索対象に含まれますね。逆に個人の PC なんかはインターネット向けに公開していないはずなんで検索対象には含まれませんよと。ただ RDP とかを使って外からリモートアクセスできるようにしているなら検索対象になりますね。まあ、要するにインターネット向けに何かしら公開するような設定をしているなら検索対象としてヒットするし、何も公開していないなら検索対象としてヒットしないっていう、そのようなイメージですね。これだけだとどうしようとイメージしづらいと思うので、詳細については検索結果を見ながら説明します。まずはこれが商談のトップページになりますね。検索するためにはログインする必要があるので、まずは自身のアカウントでログインしましょう。基本的には検索窓に検索したいワードを入れて、探したいデバイスを表示させるっていう使い方になりますね。例えばカントリーで、まあ、オプションを JP にして検索をかけると、まあ、日本国内のデバイスが検索できますよと。結果を見ると検索対象としてヒットしたデバイスが2300万台ぐらいありますね。あとはですね、左側に項目ごとの内訳が表示されるんですけど、トップシティーズっていうのがこの地域にこれだけのデバイスがありますよっていう、その数になりますね。まあ、やっぱり東京が圧倒的に多いですね。まあ、大体1300万台ぐらいありますよと。トップポートっていうのがインターネット向けに開いてるポートの情報ですね。まあ、ウェブ系の HTTP とか HTTPS が一番多いですね。オーガナイゼーションっていうのがデバイスの所有者情報になりますね。プロダクツが使用されてるアプリケーションだったり、あとはサービス名とかですかね。オペレーションシステムっていうのが使用されている OS の種別になりますよと。これだけだとデバイス情報が見れるんだ、へーって感じだと思うんですけど、例えばポート番号をリモートアクセス用の RDP に絞って見てみましょうか。RDP っていうのは簡単に言うと、離れた場所にあるサーバーや PC にリモート接続して操作するための機能になりますね。ポート番号は RDP の3389を指定して、OS は個人が使用する Windows 11を選択してみましょう。まあ、さらにアドバンストサーチっていうのをクリックすると、ここで詳細な検索設定ができるようになるんですけど、まあ、メタデータとか HTTP ステータスとか細かく指定することができるようになってますよと。まあ、下の方にスクロールするとスクリーンショットっていう項目があるんですけど、これをログインに設定して検索をかけてみると、そうすると RDP の設定を有効にしている PC のログイン画面の一覧が表示されるんですよね。基本的にアドミニストレーターのアカウントが多いんですけど、中には個人名とかニックネームみたいなアカウントも見えちゃってたりするんですよね。動画ではモザイクかかってると思うんですけど、この PC なんかもろに個人名が出ちゃってますね。ここでの検索結果はデバイス側の状況によって変わるんで、必ずしも同じ結果になるわけではないんですけど、これおそらく本人が気づいてないと思うんですけど、やっちまったなっていう感じはしますよね。左上の IP アドレスをクリックすると、そのデバイスの詳細情報を見ることができるんですけど、この PC のホスト名と、あとは所在地ですね。これはグローバル IP から大まかな位置情報が推測できるんで、その情報になりますね。あとは使ってるプロバイダー情報とか、使用してる OS とか、あとはそのデバイスが開放してるポート番号が表示されますよと。まあ、その下は使ってるポート番号の詳細情報になりますね。通常 RDP を外向けに公開する場合って、こんな感じで丸見えになってると、誰でも見れるような状態になっていて、セキュリティ的にちょっと危ないんで、VPN っていう機能と併用するのが一般的なんですよね。VPN っていうのは簡単に言うと、通信経路上に自分専用の仮想的なトンネルを作って、その中で通信のやり取りするっていう技術になってますね。まあ、要するに特定のデバイス間でしか通信できないようになるんで、第三者から情報を見ることができなくなりますよっていう、まあそのようなものになってますね。個人用の PC で VPN を実装するなら、外出先から接続する PC とかタブレットと、自宅にある無線ルーターと VPN を貼って、家にある PC に RDP するっていう使い方になりますね。古いタイプのはちょっと実装できるかわかんないんですけど、最近の無線 LAN ルーターなら結構簡単に VPN 設定もできたりするんで、個人利用だとしても可能な限り VPN を使った方がいいかなと思いますね。まあ一応 Windows でも VPN サーバーにある設定はあるんですけど、設定が結構ややこしいんで、ルーターでやる方が簡単だと思いますね。ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、RDP 接続するための IP アドレスとユーザー名が取得できたってことは、あとはパスワードクラッキングすれば第三者がログインできてしまう可能性がありますよと。ワードリスト用意したり解析かけたりで、そこそこ時間はかかるかもしれないんですけど、クラッキングされてしまう危険性っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。まあそういうのもあるんで、可能な限り VPN は併用した方がいいですよと。他にもウェブカメラなんかも検索できたりして、アドバンストサーチにウェブカメラっていう項目があるんで、これである程度絞ることができるんですけど、東京だと大体3000台くらいですね。ほとんどがコインパーキングとか、月に目の駐車場の監視カメラっていうのが多いですね。ただですね、中にはペット用のウェブカメラみたいなのもあったりして、リビングとか部屋の中に映っちゃってるのもあるんで、これはちょっとあんまり良くないかなと。こういうのってウェブカメラ側の設定で、特定の使用者しか見れないようにするとか、まあそういうのができるのかちょっとわからないんですけど、まあこれもセキュリティ的にはやっぱり、まあ良くはないですよね。
まあ、あとは他にもルーターなんかのネットワーク機器も検索できて、ネットワーク機器っていうのは通信を中継する機械になるんですけど、身近なものだと無線ルーターとかスイッチハブなんかもネットワーク機器に分類されますね。例えばポート番号をテルネットの23に指定して、プロダクツをシスコルーターにすると、インターネット経由で接続可能なシスコルーターの一覧が出ますよと。まあ、おそらくリモート経由でメンテナンスとか設定変更するためにポートを開けてると思うんですけど、ただですね、これ表示結果見ると、ログインアカウントを設定しているデバイスはまだいいんですけど、パスワードすら設定してないやつも中にはあるんで、まあ、これはちょっとやめた方がいいかなと。こういう場合のセキュリティ対策としては、特定の PC からしかアクセスできないように接続元の IP アドレスを制限するとか、ログイン用のプロトコルをテルネットじゃなくて SSH にするとか、まあ、そういったセキュリティ対策をした方がいいんじゃないかなと思いますね。で、まあ、このあたりで使ってる機種によって異なるんで、まあ、できる範囲で構わないと思うんですけど、まあ、可能な限りセキュリティ対策はした方がいいんじゃないかなと。ということで今回は商談を使って公開されているデバイスを検索してみましたが、どうだったでしょうか。今回見た RDP でのリモート接続とかウェブカメラだったり IoT デバイスって便利な機能なんで、まあ、使う分には何ら問題ないんですけど、やっぱりセキュリティ面も一緒に意識した使い方をしないとちょっと危ないかなっていう感じはしますね。なのでご自身で使用する場合はセキュリティには十分にお気をつけください。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた別な動画でお会いしましょう。